どうもボビーアトレザーのボビーです、えー、今日は11月30日月曜日月末 <laughs> ね、えー、90回目の放送となりますそれではオープニングムービーをどうぞ どうもボビーアトレーザーのボビーです、えー、今日もですね大阪のボビーアトレーザーのアトリエからお届けしております、ね、えー、秋晴れですよね外さっきもちょっとねあの朝あご午前中ですね、えー、ちょっと出たり入ったりしてたんですけどねで、えー、ちょうど入れ替わりで僕が帰ってきてからですねよかったってあのー、郵便局の配達の方がねあいてて ちょうどよかったってねあの、えー、レターパックとかあるじゃないですかあれあのあの赤い方のレターパックねプラスってあの赤い方ねやったらこう受け取りのサインがいるんですねあのポストにポンと入れるんじゃなしにねあのぺっちゃんこでもねでよかったよかったってねおーってあの喜びあったんですけどねまあまあよくそんなの,その入れ違いの逆のパターンも <laughs> たまにあるんで、えー、こんな時あるやんこういう時に限って言うんですね。 まあそんな感じでね、えー、もう本当に、えー、世話しないというかね、えー、月末のまあ、して月曜日なんでね、うん、まあまあいろいろ僕も、ね、この隙間でここ配信させてもらってますけどねえー、っとまあ多分このご覧の、ね、皆さんもねあのわちゃわちゃあ今頃でねされてるんかなと思いますけどね,、えー、ねしばらくまたお付き合いいただければなと思います。 でえー、9月の2日からあ、ね、こういう、えー、毎,日の毎日配信になって,てるかな今思えばね始めてるこのボビー・アトレザーの Philosophy of Life「フィロソフィー・オブ・ライフ」えー、今日で90日九十回ということは90日、ねえー、お付き合い頂い,いてるんですけどね。 えー、なんかもう本当に、えー、それがですね、えー、僕のところに <laughs> またこれで、ね、残ってたんであるんですけど2020年の挑戦の一つですね、えー、このおケムール人のねこのおね写真白黒のスクリーンショットをねカチャッと撮ったんであるんですけどあのー、なんかこうねこの3か月経って思ったんですけどね。最初は 何を喋ろううかなというのもあってえまず悩むことも多かったんですけどねこう何を語れるんやろうその数分間でまあねコメントとかいろいろね聞いていただければまたこうそこでえまたこう何ですかキャッチボールがあって会話ができるっていうかうんそんな感じでねあのもう本当にえ何て言うの最初はねどうしようかなっていうことをこうお悩,みも悩みながらっていうか手探りかな。 ししながら話してまいりまましたね、まあこ,こんな感じで、えーまあ、90回、まあ、まずあと10日で、えー、100回一と区切りになるんで、えー、まずはね、えー、100回まではあこのように続けていければなと思います。ねええー、で、まあ、僕の周りもおみんなね、えーまあ、あの畑は違うんですけどんですか大体まああのね 話が講演家の方とかあの話がメインの <laughs> 知り合いがばかりなんでね、うん、が何ですかこういう配信をしてるんで,で、えー、僕みたいなこのおレザークラフターっていうかねこのレザー,ーのこうどちらかというと言葉よりも作品であの伝えてるていう立場の方がねのどちらかというと人間なんで。 えね、逆に話すこととかあしゃべることとかはなんか全然あの得,意では得意のな方ではないんですけどね、えー、ただね本当にこの3か月が90日、えー、続けてこられて、まああの本当にいろんなことがあったなと思いますし、うん、当たり前のような毎日ですけども毎日がねこうミラクルな感じがします。うん で今日のタイトルは、まあ、書いてる通りですね、えー「あなたの大切にしている言葉は何ですか?」って最初は「あなたの好きなフレーズは何ですか?」って感じで、えー、なんかこう問いかけみたいなタイトルにしてみました、えー、僕はですね、あのー、いろいろこうなんかほら本で読んだりとか誰かがとこう話をしててなんかこう心に引っかかったフレーズっていうのはメモなるべくメモするようにしてるんですよね。あのー、なぜかかととといううの,の席とか特にそすし 忘れちゃうんですよねあのあの言葉を捕まえる前にこう蒸発して消えてしまうとか自分のうちなる言葉もそうですけど、うん、であまあこれも10年以上かなこう使ってるんかなこれ、えー、これねあの僕のカバンにいつも入ってるものなんですけどもう,もうあの <laughs> 財布よりボボロボロですねあのこういろいろこうこれはロルバーンっていうなんかメモ帳みたいなねにいろいろこう。 かいあのその時フレーズをですね、えー、思いついたフレーズとかをとかあ感動したこととか、ねえーまあ、仕事に仕事感とかねいろいろな言葉を、まあ、こ,のこ,のこういう感じで、えー、あのちゃちゃっとメモしてね、えー、なんかあの時間がある時にパラパラとお見たりするんですね例えばまあ人はいつからいつでもどこからでもスタート、えー、することができるとかねいろんなこと書いてますね。 えー、過去に感謝し未来に夢を持ち今を若く生きるとかなんかいろいろどっから聞いた話とかいろいろねあの全部書き留めたりしてる、えー、自分の中に染み込むようにはあしながらですね、えー、でまあこういうボビー・アトレーザーが出来上がってる感じですけどね。<laughs> はい、でまあその中で、まああのー、ボビー・アトレーザーをですね、えー してくれてるね、えー、方もですね、共出会いとかもおいろいろなさまざまな出会いがありますので、えー、ねさまざまな暮らしの中で、えー、僕の作品をね行きついてたりしててね、えー、今日はですね、えー、なんかこうおそういうなんていうのかなあこういう方がそういえば多いなっていう生き生き方かなうんしている方が多いなということをね実感したんで。 えー、まずね、まあ、僕のお客さんでもあるんですけどもう仲間でもありますし、ね、もうお客さんイコールもう僕の中ではあお会いしたことなくても仲間な意識というかね僕勝手に僕の方からあ好きになってしまってる感じなんですけどね <laughs>、うん、なんかあのえー、っとね今日その方のことを思い出してね、えー、とてもお気,気に なること気になるっていうかえ好きな言葉をね思い出したんでちょっとここで僕披露したいなと思いますえネイティブアメリカンのねフレーズなんですけどえとても何かで読んだかなで刺さったんでねメモしてたんでえね読んでみたいと思いますあなたが生まれた時あなたは泣いて周りから笑っていたこといたでしょう だからあなたが死ぬ時はあなたが笑って周りが泣いてるような人生を歩みなさいっていうねフレーズがあるんですけどね呼ぶの, <laughs> のは下手ですあの上手じゃなくてすみませんね、まあ、ネイティブアメリカンの教えっていうかな、あのー、これがね僕が出会った時にはすごく心に刺さりましたね。 うん、で僕が出会った方とかは皆そうだったなとも思うしそういう生き方を全力でねもう本当愚直にというかあ周りを笑顔にするようなそういう方があ多いですね、うん、なんかそんなことねこの,この言葉をフレーズ着た時にハタッと思いましてねこうこう大事な言葉やなと泣いて生まれてね。うん でその時は周まりあまああは喜ぶ,喜ぶわけですねあ生まれてありがとうすごいなってほんか、ねえー、で,でまあ別れが来る時はですね周り、えーまあ、は悲しみですからだけどその方は生き切ったことをですね、うんまあ、まあ周りにね与える人というか。 僕の周りはそんな感じか方とそういう方と出会うことが多かったような気がしますし、えー、これからも多分そうやなとも思いますし、うん、なんかほら人間でささんか属性の近い人と出会ったりするやんそれはなんかこの直接会ってもそうやしあのこういう何て言うのな えー、まあメールとかね、こうこういう配信をついてでもそうなんですけど、なんかあのー、生活とかね、あの生活環境が違かったとしても、人生観もね、その生き方も違うけど、なんかね、あのー、似たようなこの心根の方と出会うことがあ多いですね。うん、そのあのー、外見とかはあのいろいろまあね、いろいろな多様性はありますけど、あの心根っていうかね、本当に多いですね。うん、なんかそれがやっぱりこう引き寄せるんやろうね。 うん、なんかまああのー、またねこう好きな,なんか名言か金言,金言か分からんけどなんかね教えてもらえればなと思いますね、はいえー。今日はですね、えー、そういう、ね、大切にしてる言葉とかね言葉のお守りというか,なんかそういうのをねシェアしたいなと思いまして、ねえー、今日は配信させていただきましたね。 なんかいろいんな人のク、ねえー「クレド」とは約束ってねいう,ねいうことじゃないですかで。僕もブランドとしてボビー・アドレーザーとしての約束っていうのをおずっと愚直にねそれは守りたいなと思いながら「うん、ボビー・アドレーザーらしさって何やろ?」ということですね、えー、こういうね、えー、ちっちゃな紙、ね、手帳とかねここい絵とも見えるかなに,に込めてですね、えー 今もねブラッシュアップをねしていっています。それでは今週もですね、えー、最高の1週間をお過ごしください。えー、ボビーでした。じゃあね、バイ。